はい、どうもビデオの柿谷です。もう皆さんご覧ください。じゃじゃん、新製品のビーレジェンドミルキーでございます。はい、ということで、まあ、ミルキーなんでね、まあ、どんな味かというとですね、ミルキーですからママの味ですよ。ママの味、このね、ママの味をどんな味だって話ですが、ママの味をですね、ぜひ、早速飲んでみたいと思いますね。これ見てくださいよ、このペコちゃん可愛いでしょ。でここね、これわかるかな、ミルキーのね、この包み紙のこの飴玉ですよ。これね、もうね、この間もう売り切れちゃったんですけれども、あのホットプロテインのおしるこもそうなんですけど、もう子供の時食べなかったですか、ミルキーね。こう歯で噛んじゃうとこう銀歯が外れちゃうみたいなね。もうですね、これがうまいですよ。飲む前から言うのもなんですが、あの製品になる前のね、最終プロトまでしかちょっと飲んでないんですが、製品を飲んでみましょう。あ、これもいつも通りね、ここに切り口の線が書いてあるので、ここで切りましょう。はい、パチンと切ってですね、そしてね、おっと、いつもの僕の定番です、スプーンがございません。スプーンをちょっと用意してきます。それいい、ゲットしましたよ、スプーンね。もう用意しとけって話なんですが、では早速飲んでみましょう。いつも通り、水分ね、お水ね、200cc のお水を入れます。いつも通りね。そして付属のスプーンで、あ、ちょっと待って、その前にいつも通り匂いをしてみましょう。これはいい匂いするのかな。あのちょびっとしかしないちょびっとしかしない、ちょびっとミルキーのママの香りがするいい匂い。あ、そうか、先にちょっとね、商品の説明をしましょう。飲む前にまず1食あたりだいたい 30g、 スプーンすり切り4杯かな。そうですね、だいたい 150cc から 300cc のお水や牛乳などに溶かしてください。そしてすり切り3杯から4杯を目安にしてくださいっていうふうに書いてあります。で今回はお水ですり切り4杯で飲んでみたいと思います。で、1食あたりはですね、まあ、糖質ね、炭水化物、まあ、大体ホエーですからほぼ乳糖ね、ですので糖質は大体1食あたり 4.7g、 そしてカロリー数は 119.1kcal、 そして、脂質に関しては 1.8g、 タンパク質は当然 20g オーバー、 21g でございます。そしてまあね、この甘みがね、あります。ミルキーなんでイメージしてもらえると思うんですけれども、甘みはあるんですけれども、だいたい 4.7g、 だいたいビーレジェンドシリーズの中でどのあたりかなというと、ベリベリベリーありますね、あれでだいたい 5.4g ありますから、ベリー、まあ酸っぱいので分かりにくいですけれども、ベリーよりもミルキーの方が実は糖質控えめだということでございます。そしてこれね、ポイントはミルキーに使われてる練乳ね、実は富士屋さんから本当にミルキーのキャンディーで使ってるこの練乳と同じものを使ってます。だからこの袋がね、ミルキーだとかミルキー風の味だじゃなくて、実は本当にミルキーの味なんですよこれ。そこがね、なかなかいいんじゃないかなと。だからミルキー風じゃなくて本当にミルキーの味が、ママの味がするってことですね。で普通のビーレジェンドシリーズと比べてですね、まあなんだ、スペック、タンパク質とか脂質とか炭水化物っていうスペックはもう本当にいつものビーレジェンドシリーズともう全く同じぐらいで、見た目はこんなね可愛いパッケージなんですけれども、クオリティはですね侮らないでください。もう本当にビーレジェンドの名前を使ってるだけあってですね、ハイクオリティのものでございます。でまあ特徴としてはここにね、ペコちゃんベカーンとこうドカーンといますね。でペコちゃんって実はね、1951年に発売したですね、超ロングセラーズですね。なぜ今まで富士屋さんのミルキーペコちゃんがいるかということはですよ、ですよ、それは美味しいからでございますよ。美味しいからでね、だからそれだけ美味しい、富士屋さんのミルキーとですね、今回美味しいビーレジェンドがコラボしたということはですね、美味しいかける美味しいで、ね、超美味しいんでございますよね。まあそういうことでですね、ぜひ、まあ、飲んでみたいなと思います。もう野垣をこの辺でいいですか、飲んでみましょう。いや、もう水ね 200cc 入れてあるので、スプーン4杯、1杯、2杯、3杯、よ
3杯そして4杯。粉はね、なんかねミルキーっぽい。ほら、わかるかな粉わかる、ミルキーっぽい。ミルキーっぽいってなんだ。はい、まあ早速ね、じゃあ飲んでみましょう。もうちょっと溶け始めてるね。はい、じゃあいつも通りローリングシェイクからの普通シェイクで飲んでみましょう。いやー、これね、ここ粉の状態ではあんまり匂いして香りしないんだけど、多分ね、振るとしますよ。あと泡もこんな感じ、全然泡立ちないです。 2,3 ミリあるけどね、ほとんどないです。開けますよ。なあ、ママの味じゃない、ママの匂い。なんだそら。うん、おいしい、おいしい匂いがする、もうすでに。はい、では早速飲んでみましょう。実食いきます。うまいよ、うまい。ママの味だよ、ママの味。うまいな、やっぱりこれ。いや、嬉しいな。あのね、もういつも思うんですよ、ビーレジェンド。これね、新しいの出たらこうやって動画出してるじゃないですか。飲むたびにね、美味しくて嬉しいね。いや、やっぱりね、1951年から長い間、おいしいペコちゃん、おいしくないね、おいしいミルキーをですね、これだけ続けてる藤屋さんだけのことやっぱありますよ。で、このね、おいしいペコちゃんとこうコラボレーションができたっていう、まあくまモンもね一つあったり、まあ、メジャーもね、メジャーセカンドもコラボしたりですね、もう本当いろんなコラボをやってきてるんですけれども、本当にね、なんかありがたいですね。 B レジェンドが徐々にね、こう信用されるブランドだということをですね、大企業が認めてくれてるっていう証拠なんじゃないかなというふうに思います。本当にペコちゃんじゃないミルキー、美味しいので飲んでもらえればと思います。でね、まあ、よくね、最近動画のコメント欄でね、ご質問いただくことが多くて、まあ、BCA とグルタミンのね配合量を教えてくださいっていうのがコメントあるんで、ちょっと事前に調べておきました。BCA に関しましては、 100g あたりバリンが 4.1g、 ロイシンが 8.1g、 イソロイシンが 5g でございます。だからまあ1食でいうと、まあその3分の1ぐらいですよね。でグルタミンに関しては 13.6 でございます。まあホエーですからね、バリン、ロイシン、イソロイシン含め、グルタミンも含め、その他アミノ酸いろいろ入ってます。ヒスチジン、セリン、アルギニン、グリシン、アスパラギン酸、グルタミン酸、スレオニン、アラニン、トリプトファン、プロリン、リジン、チロシン、メチオニン、バリン、イソロイシン、ロイシン、フェニルアナリン、システインといろいろね入ってますが、これをですね、ぜひここもね、分かるかな、ここにアミノ酸プロフィールも書いてあるので、ご興味のある方はご覧ください。ということで、今回は B レジェンドミルキー、なんだっけ、 B レジェンドプロテインミルキー、ミルキー風味をですねレビューしてみました。ぜひ皆さん飲んでみてください。超美味しいんで。はい、それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。